博士、紹介しよう。我が友人セレッサだ。セレッサ、こちらはシグルズ博士、私の親愛なる友人だ。はるばるお越しいただいた。はじめまして、セレッサ。君のことは友人から聞かせてもらったよ。はじめまして。気を悪くするような噂じゃないといいんだけど、彼女いい男に自分を押す癖があるから。何を言う話に加わりたいが、おしゃべりはここまで。私を連れてきた目的は一つ。そう、アルファバースへのポータルを開くこと。ええ、つまらない男とつまらない約束があるの。シンギュラリティ、アルファバースに潜む奴の息の根を止め、世界の崩壊を食い止める。それで終わりだ。ならばセレッサ、例のものは持っているね。さあ、私と一緒に祭壇の前へ。ていなさい。そんなに大勢集まって一緒に楽しもうっていうの？節操のない奴らめ。今攻撃を受けたらポータルを開くことは二度とできなくなる。博士は気にせず続けて。ジャンヌ、はい。
オフィー・バルザーグ。行け、セレッサ。この先はお前にしかできない。じゃあここは任せたわ。すぐに戻るから鍵はかけない。セレッサは必ず戻ってくる。それまでこの装置には指一本触れさせはしない。守れるのか、この仮想相手に。ここを破壊されたら彼女はもう案ずるが、この程度私一人で造作もない。落ち着いて。
探す手間が省けと。シャオフィーバルザーク。チップは前払いしておくわ。さあ存分に暴れなさい。世話が焼ける子ね。
ほら、こっちへおいで。私が怖いの、ルカ。手が震えてるわよ。かわいそうな子、私が助けてあげる。そんな目で私を見るのはやめなさい。あんたなんかにその資格はないわ。Thank you.
キティ、ヴェオレッタ、ルカ。心配ない、彼なら大丈夫だ。我々はアルファバースに引き寄せられたようだな。Thank you.